こんにちは、ガミくんです。今回は19の獄で神獣使うんですけど、いやこれ2回目なんですよね、取るので。なんでかっていうと、1回目の方 YouTube にね、アップしようとしたらなんか広告制限に引っかかりましたって、広告がつけられませんって怒られたんですよね。でしょうがないから、じゃあ審査お願いしますって言って審査しても、今だいたい 3,4 時間ぐらい経ったけど何も音沙汰ないね。なんでちょっと撮り直します。なんで引っかかったんだろう。でもね、心当たりなのかどうかは分かんないけど、ちょっと思うところがあるんですよね。それが何かっていうと、ちょっと前に何だっけ、モンストニュースでオペコとかが発表された時に使ったサムネが、なんかあれなんですよね、これはあんまり良くないなものですみたいな感じで引っかかったんですよね。多分あれの影響で、なんか最近動画のチェックが厳しくなったのかはわかんないけど、まあ、あの動画はちょっと消しました。なんで、もし見たい人がいるかわかんないけど、まあ、もしいたらごめんなさい。で、これはいけるでしょ。パーフェクト。で、なんだっけ、真珠一回これ使ってみて、なんだっけ、最初は確かソロモン2の真珠2でやったんです。多分今後はその編成でやっていく。真珠艦隊は、ちょっと、癖強そうだからやらないけど、多分ソロモンと組み合わせるといいかもしれないです。単体火力のソロモンと、こっちの、真珠でいい感じの組み合わせになると思う。こんな感じね。当たればめちゃくちゃ強いみたいな。で、当たらなかったらちょっと悲しいみたいな。で、結構雑魚もいるからね。なんで、まあ、なかなかいい気がする。まあ、こう打って、こう打って、こう打って、下がっていって。まあ、これだけくっついてたら多分どこでも当たると思う。で、当たると消しても。いや、この気持ちよさはやっぱちょっと普段使いでもやっていきたいね。で、ただ雑魚処理、こういうモスキート処理とかはあんまり得意じゃないんで、やっぱこの辺は、まあ、自力でやるか、ボス戦からだったらソロモンの爆発でなんとかしてもらったりみたいな感じでやらないと、ちょっと厳しかったから、多分艦隊よりも、なんかその辺雑魚処理得意なやつとやった方がいいね。で、今までは、確かソロモン2体、なんだっけ、善逸1体、信玄一体のワンパン編成でやってたんですよね。まあ、あれもあれで楽しかったけど、まあ、ちょっとワンパンにも飽きてきちゃったんで、まあ、今回はこれでいこうと思う。今度からこれでいこうと思う。で、あとトライブパルスも、まあ、ソロモンと組み合わせても真珠艦隊でもみんな聖騎士なんですけど、全然食らわないんですよね。まあ、全然こんだけやっぱ耐性とかがいろいろあるから、全然効かないね、これ。これで、わあ、これ倒せるかな。倒せました。まあ、これが悲しいパターンですよ。で、SS も、いや、まだ打てないね。SS 使えたら、ランダ回復よりもどっちかっていうと、確実にグリッターボールを当てるみたいな感じの打ち方で使った方が多分良さそうな気がするけど。あ、これはちょっと、お、これは当たるかな。ほら、これが理想火力よ。4フレからの3発全部当たったら、1300万も出ちゃう。で、まあ、これはあれか。もうとりあえず頑張って下に行かないとね。まあ、グリッターボールも当たらなかったらちょっと悲しいんで、お、これはいいんじゃない？みんな当たると思う。で、弱点出てなくても普通に削れるからね。だから、多少下っても、なんとかなるんじゃないかな。で、霧も、まあ、全然食らわないですと。いや、今日はね、もう、本当だったら、あれしたいんですよ。アラウィン艦隊でコンプレックスやりたいんですよね。だからちょっと。いや、やっぱこの光景は、見ていて気持ちいいものがあるんじゃないでしょうか。インスタ映えですね。あ、出しちゃう。すてきね。ちょっと待って、先に、あれを倒して、真珠を解放しないと、ちょっとめんどくさいな。で、これで、パペカンで。で、失敗したけど、多分、あれは当たるから大丈夫。で、グリッターボールも結構雑魚処理にも貢献してくれるから、多分、まあ、さっきも見た通り、ターバン雑魚もグリッターボールで消し飛ばせるから、結構いいと思うんですよね。はい。ちょっと、まずい。これはまずい。これはまずい。で、SS も、SS でも使う場面ないな、まだちょっと。多分、ボス戦からだね、使うのは。で、これ移動して。まあ、多少下っても食らわないからね。こう打って、こう打って、とりあえず普通に動き回って、だったらいいな。お、いいんじゃない？これは、当たるでしょ。で、結構でかいから、4フレすると。全然関係ないところでも、端っこのグリッターボール当たってくれるから、かなりいいと思う。おー、来たー、これを待ってた。剣来ると、さらに威力上がるからね。で、
これで。で、殴りも別に弱くないから鍛えてるっていうのもあるけど。で、ボス戦からやっぱちょっと SS があんまり使えないから、その雑魚処理に向いてないからやっぱちょっと厳しいところあるんで、うわぁ、これあれなんだ、どうしよう。ちょっと、これでなんとか、4フルはしたから、いいんじゃないこれ、結構いけるでしょ。ほらほら、意外とでも、まあ、これはちょっと運ゲーになっちゃうから、あんまり、なんか狙ってはできないから、やっぱソロモンとか入れて、2体、1、2体入れて、やっぱ苦手なところの雑魚処理に使った方がいいかもね。あ、やべ。で、ゲージにすると、ま、こんな感じになっちゃうから、気をつけましょう。うわぁ、これで処理できたら、ギリギリ間に合ったんだけど。こう打って、はい。で、これで弱点出ます。どうだろう、当たるか、これ。いやー、これは、ダメだな。多分当たんないね。で、一発でこれだからね。うわー、ちょっとこれは、なんとか4フレして当てたいんだけどな。こう打って、こう打って、なんとか4フレしていけないかな。3。で、理想はやっぱこれだよね。4フレランダー。よし、来た、これ当たるでしょ。で、これで、こう。うわー、ダメだ、2発しか当たんなかった。1発通り過ぎちゃったね。やっぱこれ打ち上げた時に弾が飛んでっちゃうから、ランダ中だったらね、絶対当たるんだけど、ちょっとこれは癖あるね。で、ゲージも飛んでるんじゃない?あー、ちょっと飛んでるね。なんで、まあ、SS はこういう風に使ったら、すごく強いよ、ということで。おで、これで雑魚処理終わりましたと。で、あとは、あれか、モスキーとか。で、パルスも食らわないですよ、と。そっちか。こう。おー、ちょっとずれた。どうだろう。いやー、これはどうだろうかな。当たるかな。いやー、ちょっと微妙だね。で、加速します。まあ、横間で上がっていって、はい。で、これで倒して、弱点露出しました。で、HP、うわー、HP、SS、撃ったばっかだから、ちょっとあれだな。まあ、残したままでも、大丈夫でしょう。でもこれでこう打って。だから SS 結構強いんですよね。こうやってランダで張り付いて、それ確実にグリーターボール当たりますよ、的な打ち方。お、これもいいんじゃない?多分当たるでしょ?あれに、テポンにも当たるし。なんで、結構使ってて楽しいし、まあ普通に適正だからね。だから、おすすめでした。